ゴットフリート・フォン・シュトラースブルク、マネッセ社本より、ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクは、中世ドイツの女児詩人。資料が欠けているため、生涯は不詳だが、騎手ではなく、市民階級の出身で、修道院の付属学校に学んだ後に、シュトラースブルクで、聖職者あるいは管理になったと考えられている。文法学、弁論術、修辞学を包括する広い学識を持ち、 文体は流霊かつ男性、また論理的であり、そのため型破りな文体を持っていた、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハと対立し、互いの著作で批判し合っている。代表作、トリスタンとイゾルでは、ブリテンのトマの作品をもとに、究極の愛の姿を描いた傑作である。ハインリヒ・ハイネは、ロマンパにおいて、ドイツ中世の女子史的文学にあって、 非現実的なキリスト教の道徳の徹サを振りほどき、近前として、官能の支配する強楽世界へ飛び込んでゆく傾向の代表作として、ゴットフリート・フォン・シュトラスブルクのトリスタント・イゾルデを挙げ、それを中世切手の美しい詩として賛美し、ゴットフリートは、ボルフラム・フォン・エッシェンバッハのあらゆる素晴らしさを模様がしている、と絶賛している。ドイツの有力新聞、サイトの選んだ。 100冊の本の一つに選ばれている。この作品は後、ワーグナーの楽劇、トリスタンとイゾルでの原作ともなった。ありがとうございます。